ですね、館山、千葉県の館山に向かっております。明日ですね、1年に1回、我々親しいメンバーで集まるためにですね、コテージを取りました。4ヶ月前ぐらいに取ったコテージなんですけれども、すごいいいコテージなので非常に楽しみにしております。ただまた雨、また雨です。この旅動画の半分以上は雨で、本日はですね、そのコテージの前日です。で、前泊するためにね、その宿の近くまで向かっております。私ね、前泊が一番好きなんですよ。贅沢な時間ですね。次の日のことを何かね、話したりしながら飲んだり話したり余韻に浸る時間、本当に幸せな時間です。そんな時間なんですけれども、まあ、雨でね、テンション下がってますか。まずは腹ごしらえしに行きます。では後ほど。着きました。午後の3時になるところですけど、お昼ご飯食べてないのでここで食べます。見えませんね、全然。いただきまーす。いただきまーす。ご飯食べ終わってお土産屋さんにいます。いいですよね、サービスエリアとかパーキングエリアのお土産屋さんって。買わないんですけど見に来ちゃうよね。バナナラムネ、うなぎコーラ。この後はそのまま目的地に向かいます。お腹いっぱいですわ。元気いっぱい。ただ雨がどんどん悪化してますわ。テンション下がるわ。宿まで残り3キロですね。もうちょい海沿いとかドライブしたかったな。これ海沿いではないな。もう4時過ぎちゃったので、コンビニで酒とか買ってチェックインしちゃおうかな。しゃあなしですね、雨だしね、何もすることないや。向かいまく。もうパないよ、雨がパない。はい、宿に到着しました。今回の宿はですね、岩井駅っていうのかな、千葉県の岩井駅。マンションをリノベーションした感じのところですね。十分広いっす。で、一泊1人3000円とかですね。友人とかと泊まればベランダついてるしね。ただ雨がひどい。で、温泉もついてます。ベッドも広いし。はい、で景色がこんな感じです。いいのか悪いのか。ただ雨がひどすぎて街の散策もできんし何もできない。この後ちょっとゆっくりして居酒屋に行くか、車でご飯をまた食べに行くか考えたいと思います。温泉は入んないかな。ゲームをやっていたらですね、もう気がつけば真っ暗、午後7時ぐらいですね、なったので、居酒屋を探しに行ってきます。この民家、そして周りが小さな民宿がねたくさんあるんですけど、かなりいい道ですね。風情の塊です。で、この細道を抜けていくと民宿じゃない居酒屋ですね。居酒屋があるみたいですね。真っ暗ですね。
たまりませんねこれね。真っ暗で見づらいんですけど、一応居酒屋着いたんですが、貸し切りかもしれない。車だらけ。え、ここなかったらやばい。ここが入れなかったらやばい。ちょっと見てみます、中。いやー、狙ってたお店がですね、まさかの貸し切りが何かで、やはり聞いてみたんですけど、入れませんでした。急いで次の居酒屋探します。ただすぐ近くに、ね、もう一軒あったんで、そこに入ってみようかなと思います。なんか大きな宿あるな。いやー、いいねこの街。すごいいい雰囲気のお店に入れました。もう民家なんですかね。これはなかなかいいお店です。雰囲気最高。ごちそうさまでした。いや、本当に雰囲気のいいお店でしたね。はい、ただね、もつ煮がね、まあなんかこんなこと言うのもあれなんですけど、酸味がかなり強くて、初めてあれだけ酸味の強いもつ煮を食べましたね。はい、この後またちょっとホテルに戻って飲み直ししたいと思います。はい、シャワー浴びまして、よいしょ、部屋飲みの開始ですね。まだ10時前ぐらいなんで、あー、泡だらけになっちゃった。あー、泡だらけか。あー、飲むシーンまでいけないなこれ。あー、いけないかな。無理やり飲むか。あー、うんま。さっきの店よりうまい。じゃあ飲んでね、早めに今日は寝て、次の日の朝早く起きれたら早く起きたいと思います。テレビうるさいね、ごめんなさいね。それではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝の8時ですね。1時ぐらいには寝始めたんですけど、なんかね、2時か3時ぐらいかな、廊下かどっかの部屋かわかんないんですけど、男性の声がもううめき声、うーとかが15分に1回ぐらいあって、熟睡してたんだけど、その1回に気づいて、その後ずっと気になっちゃって、なんで外でそんな声が聞こえるのとか、大丈夫なのかなと、一瞬止まってる人いないのかなって。それが1時間以上続いてて、で気になりだしたらもう完全に目が覚めちゃいまして、でそっからずーっと眠れず、スマホいじってゲームして6時間ぐらい過ごしました。天気はですね、曇りですかね。朝昼までは曇りらしく、その後また雨がね、降るそうです。おめでとうございます。というようなところでですね、今回はこの辺で前半終了させていただきます。この後の後半ですね、ついにコテージに侵入させていただきますので、ぜひ、楽しみに待っていてくださいませ。というわけで、ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価など、していただけたら嬉しいです。ではまた後編でお会いしましょう。また！
見えない。もうそこじゃん。あ、でかいでかいじゃん。でかいじゃん。バレるバレるバレる。でかっ。